多孔角上綱は、軟公類、鞘巧類、貝足類などをまとめた、甲殻類の分類群である。貝足類、鞘巧類、姫ドリエビ類はかつて、顎足類の一部とされてきたが、後に、分子系統解析で、軟公類に近縁と判明し、これらをまとめた、多孔角類が創設された。多孔角類は、系統的に、半孔角類の中でカシラエビ類、エラ足類、 ムカデエビ類、六脚類を含んだイエビ類の姉妹群とされる。多甲殻類とイエビ類は貧幸殻類と対になった単形統群アルトクラス定者を構成する。多甲殻類の内部構成については、サ鞘光類と南甲類をまとめた強光類説と、イアシ類とサ鞘光類をまとめた六陽性類説がある。2019年現在、六陽性類説が相対的に有力である。 ヒメヤドリエビ類については、サヤコウ類に禁煙とされ、その内部系統に含まれることを示唆する研究がある。次のリストは、ワールドレジスター・オブ・マリーン・スピーシーズをもとに列挙した。ありがとうございます。